はいどうも、マットドッグカフェです。銀座ですよ。銀座というと、まあ厳密に言うとちょっとずれるんですけど、銀座まで、自分がまあ生まれ育った場所ですね、銀座までチャリで5分です。なので、ガキの頃ですね、親に連れられて買い物とかですね、行くとなると、基本的には銀座に出かけると。まあこれ言うとですね、そんな都会に住んでたのとかって言われるんですけどね。まあ実際育った場所はですね、まあまあ都会っていう感じでもまあまあないんですけど、あの辺ですね、言ってしまえば、銀座からちょっと離れるとですね、まあなんて言うんだろう、そんなに栄えてない場所とかもまああるんですけどね。まあとはいえ、もうほんとフィールド的に見たらほぼ地元みたいなもんです。まあ思い入れもまあかなりある場所なんですけども、ケンエレファントさんの、ミニチュアシリーズですね、今年もうなんかすごい勢いでどんどん発表されてきてるんですけども、まあ前回ですね、の動画、純喫茶ミニチュアコレクションの、第2弾、レビューですね、やらせていただいたんですけど、今回は大銀座、ミニチュアコレクション、もうまたコンプセットで、購入してるんで、まあ、全部揃ってる状態なんですけども、カプセルとかはなくてですね、もうほぼ裸梱包みたいな感じだったんで、そのままですね、もう、作り上げてですね、展示させていただいてるんですが、いやーもうね、もうこれもまた、すごいですよ。で、ラインナップですね、今回5種類という感じなんですけど、一つだけ、まあ、個人的には違和感がありますね。まあ、ど真ん中に鎮座している、帝国ホテルのパンケーキなんですけども、帝国ホテル銀座じゃなくねっていう。ちょっと、まあ、場所的には若干違うんですよね。まあ、銀座じゃないんですけど、なぜかこのラインナップの中に含まれているのが、ちょっと、まあ、違和感はあるんですけども。ただ、まあ、もう、的なこうもう見た目で言ったらまあまあいいのかなって思うんですけどね。やっぱりまあ個人的に思い入れがあるのは、まあ、工事コーナーのケーキと、あとこう三越ですね。三越とは松屋ですか。まあこの2つはやっぱりガキの頃よく連れられていた場所なんで。でまあ、銀座といえばもう4丁目の交差点っていうイメージもすごい強いと思うんですけど、まさに象徴みたいな感じなんですよね。なのでもう本当にそのまま銀座というと子どもの頃の思い出っていう部分が強いんですけど、今となってはまあ工事コーナーなんてどこでも見かけますけどね。まあ銀座工事コーナーですからね、結構この銀座っていう部分を、もう見落としているというか、もう忘れ去っている部分もあるような気もするんですけど、まあ、コージーといえば銀座ですね。まあ、まずあんみつですね。ここ食べたことないんですよね。場所がですね、銀座若松さんのあんみつっていうことなんですけど、1894年に創業のようなんで、もう歴史といえばもう相当老舗なんでしょうけど、実際食べたことはないです。本当申し訳ないぐらいなんですけどね。もう、この感じですよね、この。もう本当に、まあ、ただ、もう器に素材をはめ込んで終わりみたいな感じなんですけど、もうこのもう出来栄えっていうか、もう完成度の高さ。普通にもうサンプルとかで置いてあってもいいぐらいの、レベルですよね。スイーツ的なことで言うと、個人的に一番好きなスイーツは多分あんみつです。まあ、ケーキとかはまあ好きですけどね。
昔からもうあんみつ大好きなんで、もう結構この見た目だけでもうノックアウトされるような感じですね。あとは、この帝国ホテルの、インペリアルパンケーキ、いちご添え。まあさっきも言った通り、まあ、銀座じゃないんですけどね。でもう一つ言うと、これも食べたことはないです。なんですけど、まあ多分めちゃくちゃ高いんでしょうね、この感じだと。あと、まあ、毎度このミニチュアそうなんですけど、この紙物がどうしても梱包の時点で結構折り目ついちゃったりよれちゃうっていう部分があるんで、まあ、そこはもうどうしても避けられない部分ではあると思うんですけどね。これももう見栄え的にはこれ飾ると、映えるなっていう感じはしますよね。で個人的にやっぱりこの目玉だったのは、コージーコーナーのケーキ、ショートケーキとモンブランですね。自分はモンブランあんまり好きじゃないんで、まあ、買うことはあんまりないですけど、ショートケーキはまあめちゃくちゃ食べたなっていう印象ですね。ただこの箱なんですけど、これいつの時代のデザインなのかがちょっと分かんなくて、調べたんですけどちょっと分かんなかったんですよね。なんか自分のこう印象残ってるのはこの最近多分こんな感じのイメージじゃないかなと思うんですけど、時代がちょっと分かんないんですよこの箱。ただまあ、まあ印象としてはコージーコーナーっぽいなって感じはしますよね。まあ本店もこれご飯本当によく行ったんで、やっぱり一番印象に残ってるなと思いますね。今やもう本当にどこでも買える有名なケーキ屋さん、なりましたけど、まあ、銀座のケーキ屋さんですね。で、もともとですね、最初の、注文時はですね、かりんとうがなんか片方一種っていう風になってたんですけど、まあ、後からの連絡でなんか両方ついてくるみたいな感じになってて、これもこうボールチェーンがついてるんですね。で、ここのかりんとうはまあ実質こう日本橋になるんで、またこれもまた銀座じゃなくねって思うんですけど、あともう一個言うと、ここも食べたことすいませんないです。本当ごめんなさいって感じなんですけどね。まあでも可愛らしいですよね。ボールチェーンの先にちゃんとこう、中身部分がちゃんとついてて、再現度は、本当に写真と見比べても遜色ないなっていうぐらい、よくできてるなと思います。あとは、もう三越の銀座シャンデリア、こちらもまあボールチェーンになってるんですけどね、これは本当にもう、まあ、誰もが知る4丁目の、もうシンボルというか、まあそうだね、和光の場所と三越っていうのはやっぱり今シンボルなのかなっていう、感じはしますよね。銀座といえばあそこを指すって言ってもいいぐらい、もう4丁目のもう顔、和光と三越っていう、まあもうここの前で、なんか待ち合わせたりとかですね、もう本当にこう記憶に残る場所だなと思いますね。あともう一つはもう本当にこの定番のこの包み紙、もう三越だなっていう、もう大体こう近所のおばちゃんとかがですね、なんか銀座行くと、なんかお土産買ってきてくれたりするんですけど、この包み紙なんですよね。あ、なんかお菓子買ってきてくれたみたいな。いやーもう本当に、子供の頃のですね、記憶がいろいろこう蘇る、まあ、銀座、まあ今でももちろんたまにですね、出向きますけど、やっぱりまあ当時と多少変わってる部分あるんですけどね、やっぱり4丁目の交差点に立つとすごくこう懐かしい、気持ちになるなという感じがありますね。でこの、リーフレットもですね、一つ一つ、表紙のデザイン違うんですけど、一つだけこれ切り込み入れて、冊子状に、したんですけどね、ちゃんとですねこう抜くってこう書く、商品のですね説明が見れるようになってます。こういうとこもまあ本当にこだわってるなと思うんですけどね。まあ花子さんとの、コラボの、企画なんですけど、今回も素晴らしい出来だなと思いますね。今後もですね、ケンエレファントさんの、ミニチュアシリーズ、続々とですね面白そうなラインナップ、出てきますので、まだまだ期待してですね、今後発表されてる商品も、これから発表される商品もですね、期待して
待ちたいと思います。では、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。